バディ。お父様。何をしているんだ。いえ、何も。分かっているだろうな。もうこれ以上の勝手な振る舞いは許さ。ええ、承知しております。もし天道家の名に傷がつくようなことをすれば、この家の敷居は二度とまたぎませんので。天彦。お母様。今日は雨が降ります。傘を持って行って。ああそんな顔しないの。全然セクシーじゃありませんよ。優勝するのよ、ワールドセクシーアンバサダー。ご存知でしたか。あなたはきっと何かを求めて頼ってこの家に立ち寄った。でもこの家は、私たち夫婦はそれをあなたに与えることができないのでしょう。天彦、あの素敵な友人たちを大切になさい。そしてまたいつでも帰ってきなさい。ここはあなたの家なのですから。さあ早く、飛行機の時間に遅れてしまう。ほら、早く、早お母様、お母様。天彦の母ちゃんは病気だった。でも、天彦が自由にできるように黙っていたんだ。病気の原因は不明。体のどこを知ら…おい、うるせえぞそいつ。黙らせろ。寺さん。いいお母さん。そうだね、うんうん。歯も汚い。病気の原因は不明。体のどこを調べても悪いところが見つからねえんだってよ。すげえ医者の父親と兄貴が手を尽くしてもダメだった。そのことを家の中で唯一天彦は知らされていなかったんだ。いい加減にして天彦。私は大丈夫です。早く行きなさい。間に合わなくなってしまうわ。ご心配なく、お母様。僕はもうセクシーワールドカップには出ません。何を言い出すんですか天彦。セクシーワールドカップに出ると言いなさい。こんな状態のお母様を置いてはいけません。あなたはこの母とセクシーワールドカップとどちらが大事だというのですか。お母様です。いえ、セクシーワールドカップです。お母様です。セクシーワールドカップです。お母様。セクシーワールドカップ。お母様。セクシーワールドカップ。いやいや、お母様。いやいや、セクシーワールドカップ。お母様。セクシーワールドカップ。もうやめましょう。セクシーワールドカップなどのために口論など。何ですかその物言いは。わかりました。あなたは実はまだどこかで性というものを低俗で横島なものだと決めつけている死がある。だからそんな言い方になるのです。何を言い出すんですか。これは聞き捨てならない。世界セクシー大使、ただのエロカッパじゃないの。何を。おやめください奥様。坊ちゃん。お母様。天彦の意志は固かった。自分のわがままの裏で家族にどれだけの苦労があったか、それを思うと自分のことがどうしても許せなかった。天彦、お願い。
もういいんです、何もかもどうでも。僕がバカだった。ダメだ天彦。皆さん、なぜ？お前はセクシーワールドカップに出るんだ。出ないものは出ません。あなたの大切な夢じゃないですか。僕は母のそばにいるんだ。いや、お母さんはそんなこと望んでない。世界セクシー大使？テラさん、何ですかそれは。母ちゃんにバラしてたのおめえか。うちの息子は大丈夫なのでしょうか。相当やべっす、お母さん。おい、マジ変態、どうしましょう。ただ不安を煽ってるだけなんだけど。テラさん、正直に勝る親切はなし。はぁ、天彦さん、あなたからセクシーを取ったら一体何が残るって言うんですか。それフォローしてんの。家族を気にするなんて常識人です。あなたは非常識なんですから。ちょっと、変態だろうがよ。おーい。でも母が。わかる。でも天彦、お母さんはなんて言ってる。大丈夫って言ってない。信じてあげようよ。天彦さん、ご両親と距離を取っているのはあなたの方じゃないですか。うん、セクシーワールドカップに出ようぜ天彦。大丈夫、全部俺たちに任せろ。お母さんのことも博士の追跡もどうにかしてやるから。うん、それはどういう。私たちも全員で出るんですよ、セクシーワールドカップに。なんでなん。カリスマチャージ成功。今なら7人全員が集まっていてチャンスです。この虎姫はいつでも行きます。乗り込んで捕まえましょう。どうしたんですか。チャンスですけど。あ、もしかして相手が天道家であることにおじけつきました。ダメですよ、行きましょう。この虎姫はいつでも突っ込みます。先生に拾われた身、たとえどんな時点。よし、今日は捕まえない。やるのはもう少し後だ。なぜですか。みんなで出るというセクシーワールドカップが見てみたい。え、帰るんですか。待ってください先生。